駒場東大全駅は、東京都目黒区駒場3丁目にある、京王電鉄井の頭線の駅である。井の頭南管区所属。駅番号は、陰さん。目黒区最北端の駅。京王電鉄の駅で唯一、目黒区に所在する。井の頭線で唯一戦後に開業した駅であり、最も新しい駅でもある。島式ホーム一面二線構造である。 経車地にあるため、吉祥寺よりは、高架ホーム、渋谷よりは、通常の地平ホームとなっている。改札口は、吉祥寺よりホーム開花の西口と、渋谷よりの路盤上にある東口、東大口の2カ所がある。東口は、京城駅舎となっており、2つの出口のうち、南側は、渋谷方面の道に、北側は、東京大学駒場キャンパス方面に出る。 ホームと西口改札との間にエレベーターが設けられている。トイレは校内には設置されておらず、駅利用者は西口駅前の目黒区公衆便所を利用することになる。京王電鉄前駅の中で自社管理の旅客トイレがない唯一の駅である。2020年度の1日平均乗降人員は18,480人である。 開業以来の1日平均上高辞任及び乗車辞任の推移は下表の通りである。その名の通り、東京大学駒場キャンパスと隣接しており、前期したように線路を挟んで、北側一帯はすべて東大の敷地となっている。この他にも駒場には教育機関が多数集まっている。周辺は閑静な住宅街である。 駅南側を東西に走る通りは、標高が東大キャンパスより低いことから、区下と通称される。昔ながらの商店街が続いており、小規模な個人商店が並ぶ。定食屋や弁当屋といった学生を主な対象とする商店も見られる。2002年にバリアフリー対応のために、西口の階段横に新たな通路を設け、エレベーターが新設された。しかし、 もともと通行量の多かった階段が狭くなったことで、エレベーター設置後も通勤、通学客による混雑と渋滞が慢性化している。特に朝のラッシュ時間帯は電車を降りてから改札を出るまで5分以上かかる場合もあり、対応策として各学校などが東口に迂回するよう指示したこともある。駒場駅と東大前駅の統合という由来を持つ。この二駅間には、 現在の駒場東大前駅のホームの長さ分、程度しか、駅間距離がなかった。統合前の痕跡は、駒場駅の跡としては、池の上駅側の踏切との間に、プラットホームの残骸が、東大前駅の跡としては、上泉駅側に、駅の現在地から少し不自然に離れて、駅広告看板が現行で残っている。ありがとうございます。